最後は自分の母のことなんですけど、言いましたかね、今年で13歳、大変苦労が多い人で、息子が悪かったというのもありますけど苦労の多い人で、まず親父が偏屈で頑固なんですね。僕だいぶ似てるんですよ。でよく母親泣いてましたね。それでそれを見て、で僕下に5つ下に妹がいるんですけど、まあその2人をなんとか大きくして、まあ、結婚もさせたと。でそれで普通ホッとするんですが、親父の弟おじさんが50歳で亡くなってまして、で離婚もされていて、まあ、一人息子と僕のいとこですね。で彼をうちの母親が育てることになったんです。でそのいとこの子もまあ大学卒業して就職まで 見届けて、でその時ちょっと母親は時間ができた時に僕と話してて、ギターでもやろうかな、アホなお母ちゃん一緒にやろうかっていう話をしてたんですが、そのうち自分の祖ですね、だから父親のお母さんが寝たきりなんだ。で今度はその介護を母親がしないといけないということで、その祖母が大変長寿で100歳まで寿命を全うされまして、でやっと母親が自由になれたなと。とすると今度は自分自身がもともと高血圧で腎臓も悪かったので人工透析をしないといけないと。で週に2回の病院に通ってやってたんで、それも悪くなって入院して透析をするということになる。でそうなりますと、ベッドに寝たきりですから、だんだん地方も始まって、今度は自分がもう食事も自力では取れないようなことになって、ちょっと長くなりますよ話で。そこでまあ我々兄弟が代わりに食事の介護に行ってたんですけど、でそこでまあ自分の中国行きの問題が出てくるんですね。職場でも人間関係でも、もうちょっともう嫌になって、これ以上おったら日本におったら自分が壊れそうな感じで、ね、前々からまあ中国へ行きたかったんですけど、中国へ行こうと、まあ母親がそういう状態でしたので後ろ髪引かれる思いもありながら、で今お母さん見たらなあかんやんという声もありながら、いやもう自分が壊れそうやったから自分の方を優先したんですけど、それで中国へ行ったのが2010年の4月です、うん、母の訃報が入ったのが次の年2011年の9月10日でした。まあ、その時のことを思い出して歌を作ったんですけど、親不孝息子が罪滅ぼしのために歌う歌です。ごめんね、ありがとう。まあ、大概息子は母親にこんな言葉をかけるんじゃないかなと思います。ごめんね、ありがとう。お母ちゃん、あなたが旅立ってから今年で13回忌を迎えます。お母ちゃん、僕が病気になると片栗粉溶かして飲ませてくれた。あの温かさ、あなたのぬくもり、体の芯が覚えています。お母ちゃん、やりたいこともあったろうに、自分のことはいつも後回
わし、お母ちゃんあなたと久しぶりに歩いた、足取りの重さに驚きました。あなたの衰えを知りながら、異国の暮らし選んだ僕、お母ちゃん娘の結婚式に写真でお祝いに来てくれました。新たな命、あなたのひ孫、その手で抱いて欲しかった。お母ちゃん、あなたに今心から言いたい、ごめんね、ありがとう。ありがとうございました。終わります。いい報酬やったな。